はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょう。 いや、今回こちら、文庫本にも、文庫本パーティー編11冊ということでね。いや、今回文庫本をね、11冊紹介します。結構ね、いいね、本買ってきたと思うんですよね。これもね、ナンバでね、買ってきた本で、やっぱナンバってね、いい本置いてますね。もう天国だと思います。僕ね、昔ナンバの近く住んでてよ、よく歩いてね、行ってたんですけど、まあ今ね、また違うとこ住んでるから、ちょっと遠いんだよね。やっぱまたいつかね、行きたいと思いますね。はい。まあそんな感じ。まあ早速やっていきましょう。 で、まずね、一気に2冊紹介しますけど、こちら。こっちはね、コ田綾の番茶菓子っていう本ですね。と、あとこちら、高橋玄一郎のね、さよならギャングたち。この本を買いました。 これはね、どっちもね、講談社の文芸文庫ですね。僕めちゃくちゃ好きな文庫レベルですけど、あの、サウナギョンクたちはね、昔持ってたんだけど、手放して、で、長らくね、持ってなかったけど、また、今回ね、手に入れました。バンチャ菓子ね、実は僕ね、持ってて、僕ね、今回3冊目なんですね、バンチャ菓子。もう買いまくりだろっていうね、ことですけど、あの、100円でね、 見つけたらね、絶対買うようにしてんですよ、バンジャガシ。で、誰かあげてんですよ。前も昔ね、うちにね、来たね、友達にね、一冊コーダー,アイアーあげたりとかしてましたけど、コーダー社文芸文庫はね、複数冊持ってても買うようにしてます。だからこの高級感がね、僕好きで、言ってしまえば大理石みたいなね、良さがあるんですけどね。ま、<laughs> 高橋玄一郎のね、デビュー作なんですけど、面白いよ、これは。めちゃくちゃ面白いよ。詩人人ののの私とと恋人のソンングブックと猫のヘンリー4世が営 現実的な愛の生活を独創的な文体で描くと。 発表地、吉本隆明が現在までのところ、ポップ文学の最高の作品だと思うと。村上春樹があり、伊藤重里があり、村上龍があり、それ以前には筒井安高があり、栗本薫があり、というような優れた達成が無意識に踏まえられて初めて出てきたものだ。と絶賛したと。いや、これ名作なんだよね。ぜひっていう感じですね。で、続きまして、これ変えましたね。これね、浦賀和弘のね、記憶の果てっていう本で <laughs>、あの、これミステリーですけどね、あの、高段者のミステリーはね、 買うようにしてるんですけどメフィスト賞はね僕好きで昔メフィスト賞ばっかり読んでたんだけど結構手放したものも多くてねこれ記憶の果ては第5回メフィスト賞ですからね初期の方なんですけど浦賀さんもねなんか去年か一昨日ぐらいに亡くなっちゃってね作品数めちゃくちゃ多かったんですけどねこれ多分初版なんでここの説明めっちゃ少ないんですけどね強国夏彦氏の絶賛を浴びて戦列デビューらしいですよへえ続きましょうこれねこれ大道玉木先生の東京以前 高屋担保っていうね本でビミエッセイらしいですね 居酒屋エッセイみたいなやつらしくて。まあ、もともと大道玉木先生ってね、芥川賞取ってんだよね。2003年にしょっぱいドライブで128回芥川賞。そこからドゥマゴ賞とか取ってんですけど。これ講座書文庫でしょ。で、僕123まで持ってんだけど、これ4じゃないですか。で、5もあるみたいで、ちょっとまたね、見つけたら買おうと思う。結構長らくね、これ見つからなかったんだよね。ここにね、背くこと、久しぶりさよならと、傷口にウォッカーは、たまに売ってんだけどね、それ以上のやつはあんまり ないんだよね続きました、これね。これね、買いました。小林秀夫の考えるヒント4巻ですね。乱暴、中原中也って書いてますけど。まあ、これようやく揃えましたよ。これね、考えるヒント1、2、3、4と。 ここだけちょっとね、番号的に違うんだよね。あの、多分これ真相版なんだよね。1、2、3で。綺麗になってるんだけど、これ4は古い版なんで、9番なんで、ここの四角くてね、こうの1の5と書いてないんだけど。まあまあいいやと思ってね。一応、揃えることが大事だと思ってね。変えましたけど。なんか、この、この色良くないですか。この黄色黄色にしてんのちょっとあれだね。 ここまで来ると次も黄色でしょとか思っちゃうけど <laughs>、まあ。仕方ないけど。で、続きまして、これね。これ買いました。これね、あの、ダザイオサの、ビヨンの妻と人間失格他文集文庫なんですけどね。文集文庫ってね、意外とこういう文庫系ってあんま出さないんですよ。いくつかはあるが、少なくて、他の文集のね、ダザイ2冊持ってるから、じゃあ3冊目買おうと思って買っちゃったけど、これね、ここにね、今回買ったのね、ここにね、ダザイオサ映画化原作コレクション2って書いてるんですよ。で、前1持ってたんですね、社用と。 アンドラの箱このシリーズなんだよねね一応ね僕ね人間資格とビヨンの妻かなんかはね最近のやつ見ましたよ実写の映画やってたでしょあれ見たことあるんだけどね車用とかもなってんのかねそれとかもね見てみたいんですけどね、うん で、続けました、これね。これ買いました。これね、古山駒夫のね、妻の部屋、遺作十二編っていうやつで、いや、これね、珍しいんですよ。なかなかなくて、アマゾンとかで1000円ぐらいするんで、入手をね、諦めてたんですけど、普通にね、ブックオフで売ってました。びっくりしましたね。まあ、古山駒夫っていうのはね、1970年に、ね、プレオーユイットの夜明けで第63回アクタガー賞撮ってる作家なんですけど、これね、僕ね、実はね、他のね、古山駒夫全部持ってんですよ。文春文庫のやつ。で今回 これが揃ったわけ。1,2,3,4,5年、ね。 いやーこれね、嬉しい。ちびちび集めてたんですよ。で、これだけなかったから。だから、やっとうと思ってね、戦争文学三部作の断作戦っていうのと、戦争文学三部作の2のね、流浪回戦っていうのと、あと戦争文学三部作の風光戦記っていうのと、あと23の戦争短編小説っていうのと、あと妻の部屋ですね。これようやく揃ったんですよ。嬉しいと思ってね、やったよ。ついにやったと思いました。で、あとね、4冊なんですけど、まあ、続きまして、これね、変えました。これね、吉幸淳之助のね、恐怖、恐怖体、 っていうね新潮文庫の本なんですけど新潮文庫のね義行淳之介はめちゃくちゃ集めていまして10冊ぐらい持ってるんですけどなんかね義行淳之介のこれ対談集なんだよねまあ色川武弘とかさ五味安式とかさ野坂昭之とかねまあ、小沢昭一とかあの海子けしとかね結構ね対談いろいろしてるみたいでただね、まあ、ここにも書いてんですけど この恐怖恐怖対談の前に恐怖対談であるんですよ。つまり実はこれ恐怖対談っていうのは対談シリーズの二つ目なんですよね。吉幸淳之介対談シリーズってね、この恐々恐怖対談とかシリーズ何個も出てんのよ。で、そのうちの一つに過ぎないから結構ね、僕持っててね、吉幸淳之介だいぶいいでしょ、これ。ここにね、どんどん増やしていきたいんですけどね。まだまだちょっと間抜けてるんで、まだ見つけたら買ってこようと思いますね。で、残りね、三冊なんですけど、こちら買いました。 これね伊藤潤の「文学と私戦後と私」っていう本で新潮文庫ですねただこれ古い新潮文庫でねあの伊藤潤なんかね新潮文庫であったんだと思って知らなかったんだよね まあ、著者の全エッセイから寄り添ぐった53編を収録って書いてるから、まあ、エッセイなんだよね。江藤淳ってね、文芸評論家ですから、文芸についてね、書いてるんですけど、ま、あ、しかしこの中でもね、日本文学の姿とか、まあ、霊傑と連続射殺事件とかね、漱石の中の風景とかさ、まあ、文学と私とかいろいろあって、やっぱり文学系ちょびちょびね、出てきてますから、あの、江藤淳もね、よく批評の流れでね、名前出てくる人ですから、ちょっと勉強したいなとは思って 持ってるんんでですすよね、まあ、残り2冊なんですけど、まあ、これ買いましたね、これね村田さやかさんのね、銀色の歌っていうね、あの本で、これ意外と売ってないんですよね。銀色の歌はね、僕単行本で持ってるんですけど、あとこれ、ノマ文芸新人賞取ってる作品なんで、いや、いい本なんですけれども、それの文庫本はなかなか見つからない。っていうかね、あの単行本もね、あまり見ないっちゃ見ないけどね。まあ、言わずもがな、ね、村田さやかはね、コンビニ人間の人ですけど、あの、コンビニ人間だけじゃないからね、村田さやかってね。もう 結構コンビニ人間に行くまでに13年ぐらいかかってたんだと思うんだよね、確かね。調べるとね、2003年デビューで2016年にコンビニ人間でアクターー賞取ってますから、もう10年近く栄やってからの受賞なんですね。13年もね、栄えてたらね、本たくさんありますから、本当にはコンビニ人間だけではないからね。文学賞っていうのはね、ただの点でしかないからね。その点に繋がる線みたいなのがあって、その線を僕は把握したいと思っていますね。はい。で、最後ね、最後ですけど、これ買いました。 これね、ようやく売ってたわ。 これ山下す人さんの新世界ですね。新潮文庫ですけど。まあ、これは芥川賞を取った作品でね。19歳のす人っていうのはね、実は作者なんですよね。山下す人なんですけど、は、まあ、船に乗って北へ向かったと。行き着いた谷で俳優や脚本家たちを志望する若者たちとの共同生活があったんですよね。で、それはね、いわゆる倉本総の塾なんですよね。倉本総ってまあ、脚本家っていうか、北の国からの人なんだけど、そこは北海道がなか 中で塾を開いいてててそこに山下っったっていう詩小説なんだよねもちろん、芥川賞取ってますから、僕は単行本持ってますけれどもね。これ、表紙ね、どっちがいいと思いますか新世界ってこれね、字が書かれてるわけですよ。で、こっちなんか、ハリーかなんかで、多分、作った絵なんだけど、実はこのね、表紙の大事あるでしょ、単行本の。これ、倉本聡が書いてんだよね。いい表紙だよね。それを、なしにして、新しい表紙作ってんですよ、新潮社は。僕ね、新潮文庫好きなんだよ、 もちろん、新調者好きなんですけど、なぜか文庫本にした場合、変なね、表紙になるんだよね。単行本の良さが消えてしまった感じがあるんですよ。僕のセンスなのかもしれないけどね、それはね、もちろんね。まあ、そんな感じでね、今回ね、このね、11冊買いました。まあまあ、いろんなジャンルから買ってきたのかなっていう感じはしますね。まあ、いかにも僕が買いそうな本ばっかりですけどね、はい。まあ、そんなところで。またね、あの、いろいろ買ってこうかと思います。今回は終わりです。高評価、コメント、チャンネル登録です。 よろしくお願いします。ババイバイ